どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ本日はですね、ちょっとねいつものレッスン動画と雰囲気を変えまして、なんていうのかな、こう砕けた感じのレクリエーション的な感じでやってみようと思うんですけど、この曲知ってますよね皆さん。あーやんなっちゃった、あーあーあー驚いたという、なんかウクレレといえばこのメロディー思い浮かべる人結構多いと思うんですけど、牧伸二さんでおなじみのね、あーやんなっちゃったという曲があるんですけど、これもともとハワイアンソングなんですけど、いや日本においてはですねやっぱこっちのイメージがすごく強いんで、今回はねちょっと特別企画、あーやんなっちゃったのレッスン動画でもあるんですけれども、このね歌詞をみんなちょっと自分で作って歌ってみるの楽しいよというおすすめでございます。でね、この曲はもちろん、演奏するとすごくいい曲なんでね、ぜひ皆さんこのメロディーを口ずさんで歌うっていうのも気持ちがいいと思うんですけど、なんせこの曲入門コード3つなんですよ。これは嬉しいやつですよ。ウクレレ始めたいなと思った方が一番最初にこの曲チャレンジするのもいいかもしれない。メロディー知ってますからね。はい、で今日はだからどんな感じの流れにしようかと思うと、まずね1回しかちょっとデモ演奏はやらないようにしようと思うんだけど、1番は、牧伸二さんがやってた歌詞をやって、2番、3番、4番とやろうと思うんですけど、ガズのオリジナルの歌詞をちょっと披露したいと思います。で、それを見ていただいて、あ、なるほど、こういう風に自分でもこういう面白い話、歌詞書けそうだなって感じでチャレンジしていただきたいと思うんですよね。実はこの企画というかですね、1回ガズレレ YouTube チャンネルでやってるんですよ。2017年なんで、もう結構今からもう5、6年前の動画なんですけど、それをまた改訂版にして、歌詞もちょっとね、2022年版に変わってて面白い感じになってますね。ちょっとこう自虐ネタで、自虐ネタなんだけど、こう、なんか暗くなんない？ちょっとハッピーな感じの、なんか歌詞の世界観がこの曲に合うかなというふうに思うので、ちょっとね歌詞も期待してください。でまちょっと今この動画ね初めて見てる方いるかもしれません。めちゃくちゃ簡単にウクレレすぐ簡単にできますが、ここにひとまずリンク貼っておきます。ここにねウクレレやったことないよという方行って見て始めてみてください。で今日はですねもういきなり始めようと思います。で演奏の後に解説とかちょっとしていこうかなというふうに思いますね。さっきも言ったけど1番は、牧伸二さんのバージョンで4つ弾き、本当初心者さんでもできる弾き方やって、そのままガズのオリジナルの歌詞になってからはちょっとかっこいいバージョンがこうミックスされてる感じで、1番だけはシンプル簡単の4つ弾きで、後半はリズムもかっこよくなるよというバージョンでやってみようと思います。それでは皆さん、あー嫌になっちゃったガズレレオリジナルバージョンでやってみます。1、2、3、4、あー、あー、あー、
やってみました。いかがだったでしょうかね。このね、あーやんなっちゃった、あー驚いた。これ、牧真嗣さんの YouTube とか見ていただくとわかるんですけど、こんなようなちょっと自分のなんかこう、面白かった逸話をですね、こう歌詞にしているわけです。ちょっとこう、ブラックユーモアも入ったような感じなんですけど、この辺の歌詞がすごくやっぱりあるかなと思ったんですけど、今のガズレレのオリジナル歌詞、いかがですか？このね、歌詞の内容はですね、ちょっと今、歌詞の内容からちょっと解説させてもらいたいんですけど、1番は牧真嗣さんが歌われてる、本当の1番なんですけど、2番からガズレレのオリジナル歌詞なんですけど、ガズレレなんかまあ、やっぱ歌が好きでね、やっぱお家でいつも弾いてるんですよね。で、夢中になってやってたらですね、ある日、マンションの掲示板みたいなところに、楽器禁止ですとか、エレベーターの前にとか、これあるあるです。これ実際にめちゃくちゃ多い話なんですよ。もしかして皆さんも、そんな思い当たる節があるんじゃないでしょうかね。そんな方はですね、ガズレレ動画で、この動画ちょっと見てください。ご近所迷惑にならない、音をちっちゃくする方法っていうのをガズレレもね、取り上げてるんで、そんな練習方法も紹介したりとかして。で、次3番はですね、これもね、よくある話だったんです。ガズレレ夢中になってるママですね。ママの話。それね、幼稚園のお迎えの時間とか忘れちゃうんですよ。時を忘れるんですよ。みんな夢中になってるから。で、あーっつって、もう大急ぎでお迎えに行って、ごめんね、ちょっと遅れちゃってさ、ママ遅れちゃったっつって、また家帰ってきてね、で、ちょっと子供と落ち着いてまた練習してたらですね、また夢中になっちゃって、今度ね、旦那さん帰ってきてね、あれ、ご飯ないの？ご飯の用意も忘れちゃうほどね、夢中になっちゃったよなんていう話、よくあったんですよ、その昔。はい、これもリアルな話。で、今回2022年バージョンで新しく加わったのは、これ4番なんですけど、これガズの話なんですけど、ガズレレ動画って毎日毎日撮ってるじゃないですか。それで、よし、明日この曲やろうって言って、こういろいろ準備して、張り切って練習して、じゃあ撮るぞってこんな感じで撮って、で、編集して、動画アップロードしました、やった、みんな見てやってねって思ったらですね、ハニーがね、慌ててやってきてね、ガズさん、この曲、去年やってるよみたいな。これ結構あるんですよ。もう自分でも、結構忘れちゃってんのかな、あれ。そんな時こそまさに、あんがやんなっちゃったって歌いたい時ってこれすごく便利ですよ。はい。なのでこの曲はですね、このまず弾き方とかそういうのより、このコード3つですから、入門コード3つで、まずはですね、皆さんの周りにある面白い話を歌にして、なんかプレゼント、仲のいい方とにプレゼントするとか、その時の思い出話をプレゼントするとか、こういうご提案でございます。やっぱコミュニケーションツールでもあるウクレレ、こういう感じでね、もう最大限利用していきましょう。さあ、じゃあちょっとね、こっから、双方の解説に入ろうと思うんですけど、今日は入門コード3つです。これウクレレ覚えたし、ウクレレを始めた人が初日に覚える基本コードは、今ここ出しとくけど、はい、一応おさらいします。 C はここです。一番下の弦の3番目、はい、下1本って覚えますよ。 F は2弦の1個目と、こういう感じで押さえ、指立ててくださいね。これは F というコードで、斜めっていうイメージで覚えるのがいいですっていうふうにお伝えしてます。で、 G7、 これがこう一番今日難しいけど、こことここを押さえる。これよく見ると三角形っていうイメージですね。 F から押さえるときはこうくるっと回転させるといいです。C、下1本から F、斜めに行って G7 三角形。この3つだけで、できちゃうんでございます。はい。はい、これはですね、もうほんとこの曲をちょっと、周りの人に教えてあげるのもいいかもね。この3つ教えてみんなちょっと弾こうよっていう感じでね。はい、これがいいかなと思います。で、今日はリズムの方なんですけど、1番は4つ弾きで、初心者さんにもできる感じでやったんですけど、2番以降はですね、ちょっとノリのいいリズムをやってみました。今どんな弾き方を使ったかというと、これですね。8ビートとルンルンビートが混ざったやつ。こんな表現してますけど、どんなリズムかというと、ちょっと C で弾いてみますね。1、2、3、4。ドンダ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 。はい。これは8ビートなんですけど、リズムがこう跳ねてるリズム、シャッフルを使っています。跳ねてるリズムっていうのは、普通のリズムって、1、2、3、4に対して跳ねてるリズム、シャッフルだと、タッ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 タってこう、こう分かるでしょ、ルンルン気分になる。で、こういうのを、シャッフルのリズムって言うんですけど、8ビートでシャッフルのリズムだけではなくて、このね、ルンルンビートっていうリズムをガゼレレではやってるんですけど、ちょっとこのルンルンビートだけをこの C でやってみるとこうです。これはですね、そのシャッフルのリズムをただ交互に弾いてるだけなんですけど、アクセントを裏でつけます。トントパン、トントントンパン。このアクセント裏ですけど。要は、8ビートでシャッフルのリズムでやって、8ビートの裏でアクセントをつけるという弾き方なんですよ。ちょっとよく聞いててくださいね。C で弾きます。せーの。はい。こ
これでですね、こののんびりした感じが表現されるというふうに思います。この弾き方結構かっこいいんでね、ぜひ、皆さんちょっとやってみてください。今映ってる弾き方の解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、そこに8ビートとルンルンビート、それぞれの濃厚解説レッスン動画が上がってるんですけど、それ同時に弾く感じですからね。なんで今日この動画で8ビートを主体にしてもらって、シャッフルとルンルンビート。だからこんなイメージがいいと思います。口で言うのがいいね、まずは。ダーッと、強弱、ダーッと、アクセントで、トン、ダーッと、これが大事になります。体を揺らして、ルンルン気分でやるから、ルンルンビートというふうに、お伝えしてますけど、こういうリズムを後半では使ってみました。ですけれども、まあ、今日はですね、このコンセプトが、やっぱ歌詞の内容とか、それぞれの人たちが持ってる、この、なんかこう、うちわネタの方が余計盛り上がるとは思うんですけど、そういうことを考えると、もう4つ弾きでもね、十分かなというふうに思いますんでね、ぜひやってみてください。で、私自信たっぷりの歌詞ができたよという方は、コメント欄にちょっと歌詞書いてみましょうよ。面白いじゃないですか。みんなでどんな歌詞書いたかな、ちょっと自分の面白くても、自分のどじった話なんだけど笑える、クスってなっちゃうような、そんな歌詞があったらコメント欄まで歌詞をちょっと書いていただけると面白いかなというふうに思います。はい。本日のガズレレ動画、ちょっと面白い提案をさせていただきました。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンと2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これは、ガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。